お野菜代です。野菜食べなさい。いやでも冷静に考えてよ、肉だってねえ、もともとは野菜でしょ。砂糖だってサトウキビは地面から生えてくるから野菜ね。そうでしょ。肉は、牛さんは草を食べるから野菜ということね。野菜食べて育つんだから野菜だよ。そういうことだから大丈夫。祭りはだってパンだって小麦だって植物からできてんだから、小麦は野菜、パンは野菜、ハンバーガーは野菜です。美味しい。うん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 、うまー。俺も野菜だった。うん、そう。すべての食べ物は野菜からできてる。しかも野菜食べたよ祭り今日。配信前にポテト食べたもん、フライドポテト。じゃがいもって野菜なんだよ祭り。ベジタリアンだから。でメロンソーダ飲んでる。メロンって野菜なんだよ、知ってた？スイカとメロンって野菜。うん、うますぎ。うん、でしょ。ということで祭りちゃんダイエット中なんだよ。メロンも野菜でしょ。メロン野菜だよ。メロンソーダにメロン入ってない？入ってないわけないだろう。メロンソーダにメロン入ってなかったら、じゃあなんでメロンソーダって言うんですか？じゃあメロンパンにはメロン入ってないって言いたいんですか？そんなわけないでしょ？ねえ、嘘つき。メロンパンにもメロンソーダにもメロン入ってないと嘘になっちゃうじゃん。入ってる、入ってる。ねえ。うん。入ってないよって。なんで、あ、エイプリルフールだ！うわぁ！そういうことか！エイプリルフールじゃん、みんな。そんなんで騙されるわけないでしょ？バーカ。うん、そういうことね。だからかメロン入ってないよって言ったの。そういうことね。うん。ピュアガキって言われた。ピュアガキじゃない、ガキじゃねえし、もし大人やし、セクシーガールよ、セクシーガール。そうね、そうだよ。たこ焼きがタコ入ってないって言いたいのって感じだよね。ね、そのレベルだよ。ひどいね、みんな。セクシー、いやセクシーやろ。セクシーなの、キュートなの。え、セクシーじゃ見せつけたろ。ほれ。ほれほれ。どうやセクシーやろ、この足。この生足。この生足を見てもみんな言えるんですか？ねえ。ねえ、セクシーやったでしょ？ね？ほら。すごいセクシー太ももだった。カッパ巻きにはカッパ入ってないよ。え、カッパ入ってたけどね。祭りが食べたとき。カッパ巻き、祭りが食べたときはカッパ入ってたよ。多分、ハズレじゃない？怖とか言って。どこさん？あのね、山梨、うん、山梨さんのカッパ入ってた。うん、うん。今日エプリルフールだから嘘ついていいんだよ。山梨にカッパいんの？山梨カッパいないのかな。いそうじゃない、山梨なら。祭りの思うカッパがいる場所山梨なんだけど。